ゲームオーバー。ちょ、回復してから出てこよう。もしかしてこれあれ？セーブしたところからってこと？やばい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 、それはやばいって。え、戦いになるの？マジで？チョロボンって戦えるんや。え、今初めて知ったんだけど、戦えるのこいつ。ずっと戦えない敵やと思っとったよ。なんかただのさ、お邪魔なやつみたいな。ハート吸い取ってんじゃねえよ。ナイス。やっぱダッシュがないのが痛いよね。ね、これ取りたいんだけど、あそこから登るってことか。ちょっと待って、今君よりこっちのアイテムなんだ。え？いや、待って待って待って。届くこれ。助走つけるような距離も。え、マジでさ、助走つけてジャンプできんくない？え？届かねえんだが。届かねえんだが。めっちゃギリギリからいかんといかん感じなんかな。なんか落ちるんよね。は？うん、もうマジで。本当にね、助走みたいなの一瞬しかできんくってさ。あんまり助走つけていこうとしたら飛べんのよね。無理。無理。これ多分いつかどこかで止まってくれる系じゃない？ほらほら、なんかストーリー進み出したし。え、なんか木の上行ったよ。ミョミョーン。取り返せるもんなら取り返してみろミョン。ベンベラベー。ミョミョーン、どこにいるか当てるんだミョン。早いんですけど。意外と早いんですけど、でもここでしょ？あれ？ドーン。ミョミョ、なかなかやるな。でもまだまだこれからだミョン。え、さらに早く？ミョミョーン、どこにいるか当てるんだミョン。いや、ちょっとさ、最初が早すぎたんやって。レベル1が早すぎるけんさ。でも、ここでしょ？あ。みょみょみょ、またしても大当たり。やばいんだみょん。次は本気だみょん。最初から本気でいけよ。みょみょん、どこにいるか当てるんだみょん。いや、早いって、早いって、早いって。え、待って、ここじゃないの？ですよね。みょ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 。まいったみょん。コーラー返すみょん。カメキのコーラをゲット。お前すごいやつだから、もういたずらはやめにするみょん。喋れるんすね。多分。多分じゃなくてやめろ。お、マリオさん。やっぱり俺って引っ込んでいられないっす。チョロボンごときに手も足も出ないんじゃ、カメキの流したるっす。甲羅の一つや二つなくても、根性でチョロボンをやっつけてやるっす。遅いんですけど。甲羅ならもうマリオが取り返しちゃったよ。はい。おお、これは、確かに俺っちの甲羅っす。感激っす。ワンダフルっす。ありがとうございます、マリオさん。この恩は一生忘れやせん。よかったね。マリオさん。実は俺っち、もう一つマリオさんにお願いがあるんす。マリオさんはチャールズ先生をご存知っすか？名前を聞いたことなら。チャールズって言ったら考古学者の先生だよ。探検家としても有名なんだ。俺っちの家の隣はチャールズ先生の家なんすよ。俺っちはまだ卵だった頃から、考古学者のチャールズ先生に憧れて育ったんす。先生みたいに世界中を冒険して回って、いろんな謎を解いてみたいんす。だからお願いっす。俺っちもマリオさんの冒険に連れて行ってほしいんすよ。おー、それは大歓迎ですけど。はい、連れて行こう。おー、感激っす。このカメキ、たとえ地の果て、水の果て、どこまでもマリオさんについていきやす。お、引っ込んだ。カメキが仲間になった。あ、これいけるんやない？あのチョロボンのやつ。舌
下ボタンを押したら甲羅ごと飛んでいって遠くにあるアイテムなどを取ったりスイッチを押したりできる。バトルでは地上にいる敵を甲羅で攻撃するカメキアタックや地上にいる敵全体を攻撃する守備民甲羅という技を使えるぞ。すげえダサい名前。仲間を変えたい時は右ボタンを押して交代する仲間を選ぼう。よし、君が必要だったんだね。お、ミョミョン。なんだまた。やっぱ気が変わったミョン。もうちょっと相手をしてもらうミョン。いいよ。あ、でもここでなんか技が見れるわけだね。技、守備瓶コーラがやりたいんですけど。あ、でもそういう場合、あ、でもそっか、いいやいいや。これで、そう、ナイスにならんかった。なんなのあれは、吸血されてるの。めっちゃ食われよるよね。これ多分守備瓶コーラにしたらめちゃくちゃ気持ちいいやつじゃない。ハニーシロップでさ、回復しようや。できんやん。マリオにしか無理やった。ナイス。じゃあもう頑張るしかないね。まあ、ハンマーと同じ原理なんよね。そう、数が多い。数が多い。ここはね、あれだよね、多分守備瓶コーラを使うべき場面なんやろうけど、あの技ポイントが足りないんすよ。クソ、ナイスじゃなかった。地道に地道に体力が減らされていきよる。でも次の一発でこいつはやっつけれるはず。やっつけれんかった。なんてことだ。体力5ぐらいあるのかな。さあ、あと1体。頑張ろう頑張ろう。ちょっと早かった。よっしゃ、いったぞ。12、結構じゃない。ミョミョン、もういたずらやめるミョン。よし。さあ、下ボタンで、甲羅ごと飛んでいくんやったよね。あ、これが取れるってことか。なるほど。自分じゃいけんわけや。下ボタンとは。下、これか。なるほど、なるほど、なるほど。そういうことね。ハートフェールのバッジをゲット。 HP の最大値が5増える。なんかさ、この多分64のコントローラーでの説明なわけやん。下ボタン十字キーかと思ったけど全然違ったわ。右スティックやった。でもこれでいける気がする。いい感じにいける気がする。さあ、おいでカメキ。あれ、ちょっと、私がせっかくやろうと思ったのに、チュロボンたちがいなくなったね。スリルがなくなってなんだか寂しいよ。せっかくの私が活躍しようとした。なんてことだよ。ちょっとウキウキしながら帰ってきたのに。これ何？星のかけらゲットー。まあ、ここはもう以上かな。次は？博士はカラカラ砂漠に行ったってことやけど。へえ、そうかい。カメキちゃんがね、マリオさんと旅に出るのかい。よかったね。頑張るんだよ。とりあえず、のこのこ砦に行けばいいってことかな。そんな名前やった？誰？あなた。じゃんじゃかじゃーん。私の名前はハテナムシ。クイズを出すのがお仕事です。私が出すクイズに正解すると、なんと。推しのかけらをプレゼントしちゃいます。クイズをしますか。はい、どんなクイズやろう。それでは問題に行きましょう。マリオのクイズかな。どこから出てきた観客。問題です。
クリオの妹の名前は何？クリコ。この世界のクイズやった。正解です。おめでとうございます。星のかけらをプレゼントします。あ、1問マジでやった。ちなみに現在のあなたの正解問題数は1問です。次回も頑張ってくださいね。それではさようなら。あ、なんか蓄積されていく感じか、正解数。あ、ボム兵たち聞いてほしい。ボム、トリデラのクボロスは我らボム兵をむちゃくちゃこき使うんだ。ボム、我々はそこからはるばる逃げてきたんだ。ボム、誰かトリデラのクボロスにお仕置きしてほしい。ボム、よし、次はそっちだね。チョロボンたちがいなくなって平和になった。ボム、でもトリデラの牢屋に閉じ込められている仲間のことを考えるとハッピーになれない。ボム、え、こき使われてるのに閉じ込められてるの？砦にいるノコブロスはもともとこの村に住んでたんだ。でも刺激が欲しいと一言言い残してノコノコ村を飛び出していったんだ。まあそういう子もおるよね。カメキがマリオと一緒に旅に出るんだって？すごいじゃないか。ヒーローになって帰ってこいよ。よし、頑張ってこようぜ。村の長老のノコジロウさんがマリオのことを探してたようだけど、もう行ってみたかい？村の長老？全然会ってないけど。何か用があるみたいだったよ。この村の一番奥の家にいるから行ってみてはどうだい？もう村の入り口まで引き返してきたっていうのに。村長さんなんて全く会ってないけど。一番奥の家って何？これ？これのこと？あれ？こんな家来てないな。おーおー、よく来なすった。わしはノコノコ村の長老、ノコジロウじゃぞい。あんたに折り入った頼み事があるんじゃが、聞いてもらえるかの。まあまあまあ。おお、なんと親切な。最近の若いもんも捨てたもんじゃないの。頼み事というのは他でもないぞい。チャールズさんのところで、神の神秘という本を借りてきてほしいんじゃ。チャールズさんの奥さんに言えば貸してくれると思うぞい。一刻も早く行ってきておくれ。頼むぞい。自分で行けよ。なんだよ、そのただの使いっ走り。本を借りたいんですが。あら、ご用があったの？長老様のお使い？うちの人が持ってる亀の神秘っていう本を借りたいんですって？長老さんも人使いが荒いから困ったもんね。おまけにちょっと気が短いし。わかったわ、ちょっと待っててね。うちの人の本棚を探してくるからさ。見つかった、早いね。あったわよ、これでしょ。はい、どうぞ。本棚の後ろに落ちていたわ。亀の神秘をもらったチャールズが持っている怪しい本、ノコジロに届けてあげよう。あ、何冊かある怪しい本のうちの一つやったんや、亀の神秘。でもなんだかその本、女の人じゃなくてメスの亀の絵ばかり載ってたわよ。そういう怪しいってそういう、なるほどね。落ちてたんじゃなくて落としてたんじゃないか、裏に。そしてそれを借りるんすね、村長。おお、さすがマリオさんじゃ、大したもんじゃぞい。これが見たかったんじゃい、うひひひひ。お礼と言ってはなんちゃが、あんたにこれをあげるぞい。何、遠慮はいらん、取っておくかよいぞ。コイン1枚。おうおう、ちょうどよかったぞい。またまたあんたの頼み事があるんじゃが、聞いてもらえるかの。え、また？おお、なんと親切な。最近の若いもんも捨てたもんじゃないの。頼み事というのは他でもないぞい。最近眠らないんじゃ。それでの、眠るために眠れ良い子よが欲しいんじゃ。あ、持っとるよ。確かキノコタウンのどこかのお店にもあるはずじゃ。一刻も早く行ってきておくれ。頼むぞい。2つ持っとった。おお、さすがマリオさんじゃ。大したもんじゃぞい。これでゆっくり眠れるぞい。楽しい夢も見れるかの。ひひひひ。お礼と言ってはなんじゃが、あんたにこれをあげるぞい。何、遠慮はいらん、取っておくかよいぞ。お、またコイン。そうじゃ、ついでにこれもやろうぞい。キノコタウンに遊戯場があるのは知っとるかの。確か駅の近くじゃったと思うぞい。メンバー専用の遊戯場じゃから、入り口は隠されとるがの。あんたなら見つけられるじゃろう。これは遊戯場で遊ぶために必要なシルバーカードなんじゃぞ。ずいぶん通って儲けたんじゃが、会ってしもうたんでな。あんたにやるわい。そういう。
まあ頑張って儲けるといいぞい。ひひひ。シルバーカードをもらった。のこじろうにもらったカード。遊戯場で遊ぶために必要。もう何もない？おうおう、マリオさんかいの。いい天気じゃの。今はこれといって頼み事はないんじゃよ。しばらくしたらまた来ておくれ。いや、いいっす。それじゃあ、とりあえずノコブロスの砦やっけ。そこに向かいましょうか。やっとこさ。やっとこさ旅立てるよ。永遠に続いたらどうしようかと思った頼み事。なんかあれよね。ここ上がったところに看板があったはず。多分右側やったとは思うけど。うん、ノコブロスの砦、こっちはね。またなんか個性的な橋だな。あ、コインめっちゃ落ちとる。罠？でねー。ハートでねー。このまま行ったらめっちゃ危険じゃない？あ、ごめんごめん。でもさ、FP 回復しかないんよね。これで、あ、あそこからってことか。こっち側から飛ばしてアイテム取るってことやね。違う違う違う。あ、そういう。やめてよ、今体力がピンチなんだよ。背後から来やがった。ああ、体力が回復してから出てくるんだったね。ゲームオーバー。ちょ、回復してから出てこよう。もしかしてこれあれ？セーブしたところからってこと？やばい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 、それはやばいって。めっちゃやばくない？そんなところから？なんてことだよ。なんてことだよ。そういう感じ。回復する場所からのやり直しとかじゃないんや。街からやり直しとかないわー。マジないわー。